どうもこんにちは。極真空手歴20年以上の青くと言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。セルゲイ・オシポフ。第8回全世界空手道選手権大会に強豪ロシア勢の主将的な立ち位置で紹介され、氷のハイキック、冷徹な貴公子という2つ名を引っ提げて7位に入賞した強豪です。しかし私は当時主にグラベフェイト王座に押し切られた試合しか把握していませんでした。しかし実際のところ調べてみると、その戦歴は輝かしく、その戦いは素晴らしいものがあると言います。それを今回は時系列に沿って解析紹介していきたいと思っています。彼の名が一躍有名になったのが1999年の第7回世界大会。そこで初出場ながら外国人3強といってまず間違いのないニコラス・ペタス、グラベフェイト王座の2人を破り、3位に入賞を果たし、ロシアの存在をアピールしたアレクサンダー・ピチュクノフが試合後に、自分はロシアでは弱い方であり、ロシアには私より強い選手がいると言わしめ、それがセルゲイ・オシポフであったというのがまず発端であり、日本にそして極真空手に衝撃が走った瞬間とも言えるかもしれません。セルゲイ・オシポフは2000年および2001年のロシアンカップ軽重量級を2連覇しています。上段膝蹴り下突きの映像で見る限り、まさしく骨太の試合で勝ち上がっているようでした。そんなオシポフは2001年に開催された第2回全世界ウェイト制空手道選手権大会に出場。日本の軽重量級王者池田義則選手を相手に、非常に近い前から重たい下突きを連発し、その最中に全くモーションをつけない鋭い上段膝蹴りを突き上げます。特にその肝臓を狙った左の下突きは強烈で、その破壊力に徐々に池田選手が蝕まれているようでした。延長戦に入っても機械のようにペースは変わらず、距離上段回し蹴りも交えて、さらに左中段回し蹴りの連打が決定打になり、場外に叩き出し、その年の全日本ウェイト制を制した男を相手に文句なしの判定勝ちを決めました。準々決勝では池田正人を相手に、重たい左下突き、とんでもなく速い右上段回し蹴りを見せつけ、会場を驚愕させます。基本的には相手の攻撃は全く避けず、かわさず、受けず、さばかず、前進してただただ自分の攻撃を思い切り当てていく。そして正拳突きで腹を叩いて、下段を当てて相手にゆっくりのペースに慣れさせてからの、急激にスピードを上げて軌道が変わる右の上段回し蹴りを直撃、衝撃。池田選手は全く抵抗できずにマットに崩れ落ち、これが氷のハイキック。準決勝は日本の次期エース候補田中健太郎、序盤はお互いローキックの蹴り合い、そこからオシポフはいつも通りの下突きというよりは鍵突き、それに田中健太郎が対抗してのローキックという構図になります。間合い、スピード、ピタリと相性がいい2人と言えるでしょう。田中健太郎はセルゲイ・オシポフの下突きの威力に少しずつその腕で攻撃をさばき出します。ガードする、つまりはその手が自分でも気づかないうちにだんだんと降りていく。何しろオシポフは突きしか出さないのですから、ある意味仕方ないといえば仕方ないのかもしれません。だから必然的にダメージといえば田中健太郎のローキックの方が上回っているように思われます。試合は延長にまで及び、田中健太郎がそのセルゲイ・オシポフの攻略法を手中にしていると感じているように思われました。その上段回し蹴りもすでに2度ガードしていますし、もう大丈夫だろうと。
しかしそんな状況だというのにセルゲイ・オシポフは全く変わらず、むしろ体ごと叩きつけるように密着しての下突きで田中健太郎を押し返していきます。それに田中健太郎も危機を感じて回り込む。相手の顔をまっすぐ見て再度攻略し直そうとした。その直後、左の胸の正拳突きで体を横にずらして視界から消失させ、それに右の正拳突きでグラインドして完璧なる死角から放たれた氷のハイキックで田中健太郎はなすすべなく膝からマットの上に倒れ込みました。まるで将棋の最後の爪の形を見たようでした。最初から最後までこの形を、これを狙ってそのように戦い方を進めていた、そのように私には感じられました。恐るべし、まさしく恐るべし。そして決勝は日本の総大将、後の世界大会王者木山仁。木山はいつも通りローキックを放ちながら軽やかなステップワークを見せます。すると木山の外回しからのかかと落としに合わせて壮大で超高速の後ろ回し蹴りさえ見せるオシポフ。まだこんな技を隠し持っていたのか。しかしここまでの激闘で足を痛めているようで、木山のローキックが効果的に決まります。さらにはそのステップワークにややついていけないような嫌いを見せます。得意のパンチも空振りが増える。上段回し蹴りも間合いが空いていれば見えないこともない。そして木山仁のインローキック5連打、起死回生の上段回し蹴りも木山仁のガードを越えることができず、最後はラッシュに飲み込まれる形でその大会セルゲイ・オシポフは準優勝となります。続いてオシポフは翌年に行われた極真パリ国際空手選手権大会に出場。ウェイト制の世界大会よりもさらにスピードを増した勢いで対戦相手を圧倒。特にこの大会では下段回し蹴りも効果的に使われており、準々決勝では殿下の宝刀氷のハイキックにより一本勝ちも含めての危なげのない決勝進出。そしてそこで待ち受けていたのは後の第9回世界大会で優勝を果たし K1 でも活躍する褐色のマシンガンエベルトン・フェイシェラ。お互いがパンチが得意な同士の難敵中の難敵。この巨大な黒い壁を相手にセルゲイ・オシポフはいつも通りまさに真っ向勝負。しかし前年の全世界ウェイト制と変わったのは下段蹴りをある程度裁くようになったところでしょうか。ハイキックを出せばハイキックを出し、下突きに対して正拳突きとなかなかに好対照な戦い方をする2人。がむしゃらにラッシュをするテイシエラに対してオシポフはそれを的確に裁きながら、やはり下突きを確実に急所に当てていきます。手数で圧倒され、なんとか延長に持ち越し、このままではテイシエラ有利かと思われたその直後、突っかけてきたテイシエラの腹に下突きを当て効かせて、勢いを止めてからの下を向いての意識を完全に下に向けさせての氷のハイキック一戦、巨体が天を仰ぎ大きく揺らぎました。あの絶対的な強者、無敵ともいえる肉体を持つエベルトン・テイシエラが上段回し蹴りで技ありを奪われた。会場騒然。オシポフはその快挙に珍しく右手を振り上げ天を仰ぎ、何度もその右手で十字を切ります。それはまるで自らが信じる神に心から感謝の祈りを捧げるかのように。そこで初めて冷徹な貴公子の顔に笑顔が浮かびました。この男も笑うのか。そんな当たり前のことを今更ながら思い知らされました。この男も勝利すれば難敵に勝ち入ることができたなら嬉しいと思うのだなと、そんなことを考えたりしました。なるほど、彼は武道家として空手家としてそういう一面を普段見せないようにしているだけで、内面はもしかしたら違うのかもしれない。その上段回し蹴りは確かに氷の一撃ですが、その心の内は決して氷ではない。
氷のように見えるところまで叩いて叩いて研ぎ澄まして磨き抜いてきた。その様はまさに武道家であり、極真空手家そのものではないでしょう。そして最後に吉国は引き上げるとき観衆の歓声に応え、その右手を掲げてまた再びかすかな笑みを称えました。そして仲間と手のひらを合わせ称え合い、そしてしっかりと抱擁。次の人物は両手で抱えて自分よりもはるかに重いであろう体を持ち上げ、その様におそらく日本でもこのような彼の姿を報道していればもっと名前が行き渡り、もっと人気が出たのではないだろうかと考えたりしました。少なくとも私は彼の戦闘スタイル、その氷のハイキックの鮮烈さ、佇まい、そして皆の期待に応えるところにすっかり魅了されてしまっているところがあります。私は引き続きセルゲイ・オシポフ、彼の知られていない素晴らしい戦い、その戦歴、その時見せた彼の素顔、それを追って研究し皆様に紹介していきたいと思います。ですのでぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。